ャンネル登録者3万名記念、マネーダチャンネルクイズ。さて今回もやってまいりました、マネーダチャンネルクイズ。今回で初めてだろ。3万名を迎えたということで過去を振り返ると同時に、その内容をクイズにしてみようといった趣旨の企画でございます。ご参加いただくのはもちろんこの人たち。まずはもちろんレギュラーの霊夢さん。私がこのチャンネルの顔だからね。そしてもう一人はマリサさん。数学の問題なら任せとけ。出すわけねえだろ。ぜひともお二人には頑張っていただきたいところですね。いや、あの私たちがいるのはいいんだけど。この不気味な黒い人何？ミスターゲーム&ウォッチ。確かにそれにしか見えないけど。いいえ、その黒い人はすでにここにいます。は？一体何を言ってるんだ？なんと今回のクイズ企画は、視聴者参加型プレミア公開動画となっているのだ。そしてこの黒い人は今まさに動画を見ているそこのあなたです。これから出題されるクイズにレッツチャレンジ。チャット欄でリアルタイムで回答してみてね。これ誰も回答してくれなかったらどうなるんですかね？さも回答者がいるかのような振る舞いをしている悲しい動画になる。そんな前提で動画作んなよ。だってリアルタイムでクイズした方が絶対楽しいじゃん。普通に動画にしたらコメントで先に答え見れちゃうかもでしょ？皆さんがクイズにチャレンジしてる背景で私も新たな試みに挑んでるわけですよ。チャレンジ企画を同時並行すな。問題は全部で10問。全問正解はかなりの難易度だと思いますが、マネーダチャンネル自身に気はぜひとも全問正解目指してください。マネーダチャンネル。それでは参りましょう。第1問、問題。このチャンネルにはゆっくり実況をしているこのメインチャンネルの他にサブチャンネルを展開しています。そのサブチャンネルの名前として正しいものはどれでしょう？シンキングタイムは10秒。おい、1個だけ絶対おかしいのあるだろ。勝手にコラボチャンネル作ってんじゃないわよ。まあ最初くらいは簡単にね。というわけで正解は、速やかマネーダが正解です。まあこのくらいは常識だな。サブチャンネルの方では生声で好き勝手やってる動画ばかりですが、生声大丈夫だよっていう人はぜひともこっちも見てみてね。という感じで進めていきますが大丈夫ですか視聴者さん。はい大丈夫ですね。了解しました。誰も参加してなかったらどえらい動画になってるわねこれ。初めからもうどえらい動画だわ。そんな2問目は視聴者さんにフォーカスした問題です。第2問。このチャンネルでは視聴者さんに特別な名前がついています。さてその名前として正しいものはどれでしょう？これ確かめちゃくちゃ昔に視聴者さんが送ってくれたのよね。こう見るとずっと長い間この名前使ってるな。というわけで正解は、ずんだりんでした。これに関しては聞いた瞬間に馴染んだので、今では当然のように使わせていただいております。ちなみにメンバーの方はメンバーずんだりんとも呼んでますが、言うてそんなに違いはないです。こんな感じでどんどん行きましょう。第3問、このマネーダチャンネルではスマブラとスプラの実況をしていることは有名だと思いますが、他にも単発でいろんなゲームを実況しているのですが、次のうち、一度も実況していないゲームはどれでしょう？あ、なんか普通にむずい。割と覚えてないこと結構多いわね。うち3つやってるってこと絶対知られてなさそう。というわけで正解は、フォートナイトでした。フォールガイズとマリオカートはコラボでいろいろやらせてもらって、桃鉄に関してはこのチャンネルの中でもかなりバズった方の動画になります。ちなみにフォートナイトに関しては、その昔スカーレット姉妹のフォートナイトという企画を立ててはいたんですが、空間把握能力が乏しい我々には建築という要素がむずすぎて挫折しました。確か3年くらい前かな、チャプター2になった瞬間はむちゃくちゃやってたな。今やるならエーペックスか CG の動画かな、言うてどっちも過去に動画化はしてるので探してみてね。マリカーとフォールガイズはコラボでやったわねー。さて今度はそんなコラボ相手に関しての問題です。第4問、このチャンネルでは3万名を迎えるまでにたくさんの方とコラボ、出演していただいております。そんな今までのコラボまたは動画に出演してくれたチャンネルさんはいくつあるでしょうか？ちなみに正式にコラボ動画、という形でなくても、もうこれコラボでしょっていう人も私のさじ加減でカウントしています。まずはあの人たちはいるでしょ？それであの人とあの人と、もちろんあの人たちは忘れちゃいけなくて。あれなんか結構な人数いるくね？私もこの問題作っててめっちゃいるじゃんって改めて思ったよ。というわけで正解は、8人でした。コラボ動画って結構出すの大変なんだけど、こんなにもうちと絡んでくれたのね。今こうしてこのチャンネルがあるのも、コラボやら出演してくれた人たちのおかげです。改めて本当にありがとうございます。うちと関わっていただけたチャンネルさんに関しては、僭越ながらチャンネルの紹介文と一緒に、概要欄に記載させていただいておりますので、ぜひともこの機会にコラボいただいた懐の深いチャンネルさんもご覧ください。他にももっといろんな人と今後出会えるといいわね。改めていろんな人に支えられてるんだなと思ったね。今まで関わってきた人全員に感謝です。さあここまで連続正解の方はいるでしょうか。得点の整理をしたいですがずんだみんの点数がわかりません。もはやここに触れる必要ないだろ。そんな5問目は霊夢とマリサに協力してもらいたいと思います。え、そんな話聞いてないんだけど。大丈夫、写真撮るだけだから。私たちのあられもない姿を晒すつもりか。朝晩されるわ。とそんなわけで第5問は画像クイズでございます。まずはこちらの画像をご覧ください。霊夢とマリサの冒頭と終わりの挨拶は必ず同じポーズ、表情をしています。この中でその挨拶のポーズ、表情の組み合わせで正しいものはどれでしょう？っていうか毎回同じだったんだ。そもそもそれに気がついてた人が何人いたんだろうか。ずっと見てれば意外にも脳内に刷り込まれてるかも。というわけで正解は、この左下の3番でした。
これ分かった人いたらなかなかのもんだぜ。私から見るとタの画像は違和感ものすごい感じがするわ。というわけでお二人ご協力ありがとうございました。協力も何も立ち絵出して画像貼り付ければ終わりでしょ。ネタすぎること言わないで。この音が鳴ったということは後半戦に突入ということで、ここから4択クイズから筆記のクイズになり難易度が上昇します。もうちょっと SE どうにかしてくれない？果たして最後までついてこれるでしょうか。そんな後半戦の第6問、大変嬉しいことにこのチャンネルにはたくさんの支援をいただいております。そんなこのチャンネルの支援のハッシュタグの名前は何でしょうか。これもズンダミンから募集して決まったのよね。スーパーハイセンスとか言って即採用してたな。というわけで正解はマネーだが正解です。これにしてからものすごい絵いっぱいもらってるよな。鳥も抜かれまくって口開きっぱみたいな絵めちゃくちゃ多いわ。実はなんとこの度3万名記念ということで、早々お祝いいただいておりまして、この場でご紹介させていただきます。うおお、見たい見たい。は、意識が飛んでいた。もう語るまでもないというか、語れる言葉がないほどえげつないものをいただいてしまいました。おいくら包んだんですか？包んでないけど包んだ方がいいよねこれ。ミュウさんからは以前からもたくさん支援いただいておりまして、この霊夢のプライムのやつに関してはマジで好きすぎてずっとデスクトップ背景にさせてもらってます。ドン引きされるぞ。好きすぎるから許して。改めてミュウさん本当にありがとうございました。これをバネにさらに張り切っていきたいと思います。好きすぎるのでずっと見てたいですが、クイズの続きをやっていきましょう。それでは第7問、まずはこちらの動画をご覧ください。これはいつも使っているスプラの OP になっていますが、ここに書かれている文字は何でしょう？いやマジで言ってる。この問題間違いなくこの動画で最難関の問題ね。そうだね、ノーヒントでもしとかれたら普通にちょっと引くよね。そんな問題出してくんな。軽くヒントを出すと英語で書いてあるよ。英語できないのに。ちょっと言い切りたかったの。もう一段階のヒントを出すとするなら、動画投稿できてるのは皆さんのおかげっていうことかな。はい、というわけで正解の VTR をご覧いただきましょう。というわけで正解はアンドリューオールでした。これでキムズ超えてクソもんだろ。果たしてこれを正解できたズンダミンはいるんでしょうかね。もしいたらチャット欄で超褒めます。景品がしょぼすぎる。このチャンネルは私たちだけじゃなくて見てくれている皆さんのおかげで成り立ってます。それを英訳すると大体こんな感じかなと思ってカッコつけて書いてます。間違ってても直す気はないです。それでラインマーカミストが間違ったまま広まったのか。さて残り問題数も少なくなってまいりました。ここまでまだ連続正解だよという方は誇りに思ってください。取りこぼしてしまった人も残り3問頑張ってください。それでは動画ではなく中の人にフォーカスした問題を出しましょう。そんな第8問、このチャンネルのチャンネル名にもなっているうつ主ことマメーダですが、察しの通り枝豆が好きでこの名前を使っています。ではなぜ枝豆ではなくマメーダになったのでしょうか。その命名エピソードを簡潔にお答えください。さてはもうお前全問正解させる気ないな。さっきの時点でものすごい人数が脱落したと思うのに、ここでさらにふるいにかけるのね。やっぱこういうのは激ムズでなんぼでしょ。特に最近はこの話を動画じゃ全然扱ってないからね。昔から見てくれてる人には簡単っていうのも結構ミソだね。というわけで正解は、Google アカウントの名前の生徒名のところに、せいえだ、なまめ、と入れたら、アメリカの表記で名前が先になってしまってマメーダになった、というのが模範解答です。枝豆ってやろうとしたらミスったとかでも正解ですね。最近の人が知ってたらむしろ恐怖しかないんだけど。さて続けて第9問参ります。もう一人の中の一言デフォルトですが、なぜこの名前になったのでしょうか。これ分かったらほんとすごいね。だってそうなった理由がアホすぎるもん。マメーダっていう名前になった由来よりも話してないかもね。これも同じく前から見てくれてる人は知ってくれてるんじゃないかなと思いますね。というわけで正解は、ネットネームに迷ってて普通でいいよと言われたから。マジで何の名前も思いつかなくてな。それで私が普通でいいのよ普通でって言ったらそれになったのよね。今考えると普通って意味はなくて初期設定みたいな意味なんだけど、割に気に入ってるからこれにしてよかった。さて早いものでもう最終問題に突入になります。最後はこのチャンネルの登録者数についての問題です。それではラストとなる第10問、先日2023年6月22日に3万名を迎えたこのマメーダチャンネルですが、2万名を迎えてからたったの2ヶ月で1万名もの新しい出会いをすることができました。本当にありがとうございます。さてそれでは最初の1000名を迎えたのは一体いつ頃でしょうか。こりゃ最終問にふさわしい難問だな。もうかなり昔のことで全然覚えてないわこれ。これをバンピシャで覚えてる人はマジでむちゃくちゃガチ勢だね。ぜひとももっと別のことにその記憶力を使っていただきたいです。なんで出題してるやつが答えられないと思ってる前提なんだよ。
というわけで正解は、こちらのグラフをご覧いただきましょう。というわけで正解は2020年の8月に1日でした。ちなみに動画投稿を開始したのは2019年の9月1日なので、そこからほぼ丸々1年かかってようやく1000名を迎えることができています。直近数ヶ月は本当にバグを疑うレベルの増え方をしておりまして、本当に感謝しかありません。というわけで1000名迎えるまで1年かかっていたチャンネルですが、2ヶ月で1万名増えるという偉業を成すことができたのも、すべて皆さんのおかげでございます。クイズという形を取りましたが、この最終問でいかに皆さんに支えられているのかというのを、作文中に改めて実感したので感謝としてお伝えさせてもらいます。難問正解でも間違っても大切なずんだみんであることには変わりませんので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さてそんなわけで3万名達成記念茶番企画、これにて閉幕とさせていただきます。今後ともさらなる躍進を遂げることを約束しますので、引き続きご贔屓にしてもらえると嬉しいぜ。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいです。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録高評価、していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると最新の動画がチェックしやすくなり、一つクソ問題思いついたから出題してもいい。感動的な終わり方したのに。はい、というわけでマリサがどうしてもやりたいというので、ボツにして絶対に出さないようにしていたクソ問を出します。答えられたら親友になりましょう。というわけでエクストラ問題、まずはこちらの画像をご覧ください。これはカエルを飛ばして競い合うゴルフに似たスポーツをするゲーム、ケロケロキングデラックスに登場する審判でおなじみ。おい、すでにもうクソモンだわ。ヌルポンであるのは常識だと思いますが、常識の概念がぶっ壊れる。そのヌルポンの相棒であるカエルの名前は何でしょうか？こいつがクソキモイとかそういうの以前に、なんでこれ直撮りなの？コンポジットを HDMI に変換するやつがどっかに消えたので直撮りです。こんなクソモンのために何苦労してんだよ。このクソモンの発案者がよな。にしても見れば見るほどキモいわねこいつ。幼少の頃のマネージャーにはこいつが結構怖くて、それなのに審判だから毎試合ごとに出てきてすごく怖かったそうな。何そのクソいらない情報。というかシンキングタイムいらなかったよね。というわけで正解はヌルピンでした。ご視聴ありがとうございました。